この動画見てください。チチタンだ。これにっこり動画よね。あの子何やってるのよ。チチタン今度はネットアイドルを目指すらしいですよ。あれ、でも確か踊ると体から胞子が出ちゃうって前に悩んでたよね。出てないわね。ブコタンの情報によると全身に霧吹きスプレーをすることで胞子が飛ぶのを抑えることに成功したそうです。苦労してるのね。そういえばこの前カピョちゃんと一緒にいるのを見たよ。あ、私も見ました。二人で仲良さそうに飛んでいるのを。これはもしかして、もしかすると二人は付き合ってるとか。ないない、考えすぎよ。もしカピョちゃんが巨乳好きだったと仮定すると、チチタンもストライクゾーンですよ。巨乳って、おーい、放課後のチャイムが聞こえたから迎えに来たべり。お疲れだぎょ。あれ、あいつは。ああ、カピョーンならチチタンの家に行くって言ってたべり。ウリちゃんのお迎えを差し置いてチチタンとおうちデート。これはいよいよ信憑性が高くなってきましたよ。まさかデート、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 デート。うわ、あいつ迎えにも来ないで何遊んでんのよ。ふふ、ウリちゃんも二人の関係が気になると。違うわよ。あいつがチチタンをたぶらかしてたりしたら見過ごせないでしょ。ルリタン、ルリタン。何よ。ついたぎょ。よっと。クリスマスの時以来だね。こっそり中の様子が分かればいいんですが。しー、こうすれば中の声が聞こえるわ。おお、なるほど。よーし、にっこり動画に新作踊ってみた、おっぽしたぴょん。ありがとうねのちゃん。お主は本当にパソコンとやらを使うのがうまいの。お願いして正解だったのじゃ。よっ、これくらい朝飯前だぴょん。そっか、動画アップしてたのはカピョンさんだったんですね。そんなことだろうと思ったわ。コメントも閲覧数も右肩上がり。この調子でいけば人気ネットアイドルも夢ではないぴょん。本当なのじゃ。敏腕プロデューサーカピョピーの目に狂いはないぴょん。お前を必ず人気ネットアイドルにしてみせるぴょん。カピョピー、俺についてくるぴょん。あれあれ、なんだか結構いい感じですよ。カピョピー、ピョーン。カピョちゃんすっかりチチタンのプロデューサーになりきってるみたい。何がビーマンよ。ウリちゃん、しーしー、何よ。私にアイドルになれとか言っておいて二股かけるなんて、なかなかいい度胸してるじゃない。ところで例のブツは本当にもらえるんだぴょん。もちろんじゃ。私を人気アイドルにしてくれたら惚れ薬の材料になる魔法のキノコ、この惚れ惚れだけをあげるのじゃ。ぴょん、ドリタに飲ませてオイラにメロメロになってもらうぴょん。もっともっと動画をアップして早く人気をあげるぴょん。もういそのこと脱いじゃってもいい気がしてきて。ふん、ぴょん。ほれぼれだけ気になりますね。あれ、ウリちゃん、なんか嬉しそう。なんでもないわよ。次回のボイスコミックもよろしくね。